はい、どうも、みなす、どうも、皆さん、こんばんは、モッティです。今日もやっていきましょう。スプラトゥーン2実況プレイ。フェス前最後の、腕前 X、ガチ、ホコです。なぜ、100下を引かなきゃいけないのか。よろしくお願いします。まあ、なんか、2300中ぐらいをずっとうろうろしてるモッティさんです。ナイス？上。左。ちょっと取りたい。取らして。レレレ。上がってくんなら上がってっていいけど、上がってくんなら上がってった方がいいけど、はい。ここ。行って。行けない。無理。まあ、詰めるけど、まあ、上だろうね。ちょっと厳しい。うわっ！待って、なるほどね。来て。ねえ、とりあえずここは登れん、いや、無理っすね、それは。うわぁ！まあ。ここ続くかどうかだけど、多分続かないっしょ。無理じゃない？無理でしょ。仲間諦めてるんですけど。いやー、最近飛ぶ人めっちゃ増えたくない？エスプラじゃねえわ、X。超増えたくないっすか？なんかさ、マニューバーが増えたっていうのは多分一因として、あるんだろうけど、ちょっと誰か来てくんねえかな。誰か来て。いや、カモンじゃなくて、カモンは俺が押す側なんだが、どっちかっつうと。いけるか。なんかさ、マジでさ、ステージアンゾンビも増えたしさ、マニューバーも増えたしさ、16でしょ。ちょ、マジかよちょ、左上かさ、あー、もう本当にマジで、あー、満面見、もうさ、マジさ、勝ったからいいけどさ、マジさ、マップ見ようぜ。はい。いや、あのね、ちょっと僕が今日、ここ最近思ってる話していいですか？ガチホコの腕前 X の。いや、あのさ、僕ね、最近すごくギアを変えようと思ってまして、なんで変えようと思って、まずゾンビに変えようと思ってるんですよ。ゾンビぶっぱにしようと思ってるんですけど、なんでそれをしようかと思ってる理由が、まあ、普通のゾンビの、例えばホットブラスターとか、寿司とかって割れる。オッケー。まあ、立ち回り的に前突っ込んでいくから、まあ、極力その自分がいないタイミングでもこうディサードにならないようにっていう意味でまあ、行くでしょう。これ間に合わないですね。はい。いやー、しゃーない。しゃーないけど、ちょ、待って、死んでる。ちょ、全員死んでた。何でしたっけ？ゾンビ。そう。なんですけど、じゃあなんで僕それ持とうかなって思ってるかっていうと、誰も矛持たないかなっていう。なんか、じゃあ感覚的になんですけど、これちょっと、同感してくれる人いたらぜひコメントで書いてほしいんですけど、なんか、ガチ矛って、ガチパワーの部屋のパワーが2350ぐらいでものすごい変わる、イメージがあって、なんか2350以上は、すっげえ味方連携取れるし、すっげえ味方も矛持ってくれるから、今のギアの方が、立ち回り的にもすごいしやすいし、まあ、ノバでもキル取りやすいし、まあ、僕が矛持ちつつ、味方が持ちつつ、みたいな立ち回りができるわけよ。で、よいしょ。ただ、それ以下、2300前半とか、まあ、さっきみたいに2200とかになると、ガチで矛ガン無視する人増えてきてるから、そういう意味で、もうなんか、味方の、なんか、とりあえずゴリ押しにワンチャン合わせられるようにっていう意味合いも込めて、ナイス？なんか2キルやっていく。なんかゾンビでガンガン矛持った方がいいのかなって気は最近してるんですよね。いや、無理。雨だから無理。じゃあね、左上来てる来てるんだよなー来てるんだよなー
そこなんだよな。ほこ持ちは、ほこ持ちはわかるけどな、わかってほしいな。そこね、辛いんですよ。ほこ持ち目線だとね、左通路から入ることって割とまあ稀なんですけど、あそこから入ってくるのって割と容易で、で、結構気にしない人が多いんですよね。あの、なんだろう。あそこの左上と違って。ザトマの、あ、届かない。まあ死ぬかな。ザトマの左上と違って。あ、奥か。残念。読みがち向こうの。ナイス？なんですよ、なんですよ。なんで、結構あそこはね、キル取れなくていいんで、ボム置いとくなり、まあ、駐車艇以上の武器がペロ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 ってやっていくだけでもだいぶ違うんですよ。まあ、雨とかだったらなおさらいいんですけど、ハイプレとか。まあ、なかなかタイミング合わないだろうから。まあ、あと、ジェッパーね。あ、届かない。ちょっとこれは厳しいかな。あ、届かん。いやー、マジ、ほんと、マジで。いやー、すげー思う、最近。すげー思う。届かないよね、ノパ。なんかね、そう、なんか今日は、なんか、時間あんまないんですけど、ワンチャン、なんかちゃんとしたレート帯の、ちゃんとしたレート帯って言っても、まあ、失礼だけど、2300に。やーん。2400部屋とかワンチャン引けないかな、みたいな。まあ、自分が言うて2300前半なんで、割と2400は高望み感あるんですけど、部屋は。2400ね、たまにでも引けますよね、最近。ちょっと増えてますよ。増えてません、やっぱ。2400。ちょっとそこね。そこね。マジか、それはね、降りたくないんだけど、あ、無理だ、死んだ。ね、いや、降りちゃうと、この編成だから多分塗りも取られてるから、向こうの攻撃続くんで、ワンチャン戻したかったんですけど、無理でしたね。さあ、これは、ナイスボム。あー、無理、きつい、死んだ。ちょ、待って、ジェッパ2個目マジ。ジェッパ2個目マジ。チャージャーじゃん、ほぼ。ほぼ。ロンブラかチャージャン。ちょ、きついなぁ。多分ね、多分この試合の範囲を見るに、多分ね、あ、マジか、そこ上がられちゃってるのは無理だな。まあ、編成もだいぶきついんで、まあ、一概に味方のせいではないんですけど、多分デス数が多いんじゃないかなって気がしてて、一体。ブラスター編成で、こういう感じになってる時って、矛で、だいたいね、死んでるんですよね。突っ込んで死んでるか、目の前の11交換を見すぎちゃってて、ですよね。目の前の11交換をするんだ、するからキルは伸びるんだけど、デスもめっちゃ伸びるみたいな。多分そうじゃねえかなと思うんだ。あ、味方回線落ちた。落としたところで変わんないからどっちでもいいよ。多分ね。こうなっちゃうとノバとしてはもうなすすべがないんで、とりあえずこれでキルだけ稼いで死にます。あ、あ、取っていく？あとで変わんないんだ。はい。まあ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 、なんかノバにありがちな、よくある負け試合ですよね。あと、ちょっと最近思うのが、まあ、いや、ちょっと見ようか。見ようか。ちょっと待ってね。16です、14です。俺8です、8です。そうだね、やっぱ。間違いない、その通りです。はい。よし！いい部屋引いた。なかなか。僕の中では、これがいい部屋なんで。ちょ、許してください。ちょっと、なかなかね、マッチングがいいとだいぶ伸びるんですけど、マッチングがあんま良くないな、みたいな気がちょっと続いてて、ここ数日。でも結構やってるんですよ、最近。気づいた人いません？僕、星マークになったんですよ、やっと。やっとかよって感じだけど。あんだけいける、ナイス。あんだけさ、やってる実況者でまだ星かよ、みたいな。どんだけ X になる前やってなかったか、2ヶ月ぐらい。よくわかるよね、ちょっと。味方強そうだから立ち回り変えてくわ、普段より。なんか変に突っ込んで足引っ張るよりサポートしてった方がいい。やーん。いやー、いや、つらーな。いや、うまっ！それうめえわー。その甘み代わりジャンプアワーはうめえわ。それは。それはなすすべねえわ。そりゃあっぱれだわ。これあっぱれだわ。張本でもあっぱれ言うわ、こんなん。どうしようかな。
オッケー。怖い。ほんとマニュタイメン増えたよね。3も2、4も2、行こう。センター。素晴らしい。さすが。いや、完璧そのボム。いい、その雨もすごい。いや、よくわかってるんだけど、一回ここで焦らず待って、確実に次に繋げられるようなショットを打っていく。大丈夫だよ。タイミングが見てるよ。タイミング見てるよ。ここ辺。左。なるほど。はい。いや、まあいいでしょう。多分、上が乗っかってるのと、続くべ。それいけるべ。ナイス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 。完璧完璧完璧。素晴らしい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 。よし。勝ったべ。1位、いい、いい。どこ？ま、は、は、は、あ、あ、あ、ま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 、味方強。味方強えな。繋がるね。素晴らしい。素晴らしい。快適。いけないか、ちょっと、ここ見たい。ナイス！いった！これはいった！頑張れ！ナイス！マメミー。これは素晴らしいですね。いや、サポートというか、なんか味方との連携を、相手もすごいね、ちゃんとうまくできてましたからね。僕が、スフィア吐いたタイミングのあの泡のやつね。味方もできてたし、相手もできてたし、こういうのは結構クリーンマッチでやってて楽しいやつ。味方のおかげだけど。さあ、おい！すごっ！なんか、すごいっす。2400も綺麗に引けちゃう。そして2200中頃も引いちゃう。まあ大体僕のパワーがどこら辺にいるかっていうのは、おおよそお分かりかなと思うんですけど。大体ね、大体順位が出たり出なかったりするライン。下手かよ。これは無理。まあでもあれだね。やっぱ、やってて思うのは、いい部屋引いたり、いいマッチング引くとやっぱさ、相手が強くても味方が強くても楽しいじゃん。だし、まあ、単純に言うとやっぱ、自分の立ち回りが結構、なんつうのかな。結構やっぱさ、上位勢の人たちの立ち回り見てるとさ、やっぱ上位勢の人たちがどう動くかっていうのを見るから、だいたい上位の部屋、あ、そう、ナイス。そう、だから上位の部屋の立ち回りなんだよね。でもさ、俺ぐらいのこうなんか、X の多分真ん中ら辺でしょ？多分真ん中ら辺ぐらいじゃん。2200、300って。の、部屋の立ち回りはまたちょっとそういう立ち回りとはやっぱ違うわけじゃん。一概に全部同じ立ち回りしてたら勝てないわけじゃん。だからそういうこう身の丈を、あんまりこういうキルいらないんだ。いらないんだけど、まあ一応、ハイプレを消したという意味で。来てく、来てほしいかな。いける。全然来れるよ。全然来れるよ。ウェイ！いっちゃいっちゃ、落としちゃい、落としちゃい。いい、ナイスナイスナイス。いや、ナイス！ナイスナイスナイス。だけど、何がどこにある？こんにちは。いない。こんにちは。泡。はい。はい。来ない。どうしよう。あ、来て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 、降りて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 、頑張れ降りて、頑張れ降りて、頑張れ降りて、ナイス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 。そういうことやね。やっぱりね、頑張るわ。いい部屋引けるように。やっぱ、頑張ろう。ちゃんと、いい部屋弾けるように頑張るわ。の場で。以上、モンティでした。やっぱそういうことでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今夜ニコニコ生放送でモティオフの説明会やりますと言っても、まあこの前の誕生日枠と大体内容一緒なんですが、新しい情報とかもちょいちょいあるのでそこら辺の発表です。よろしくお願いします。チケットは明日夜10時発売なんでお忘れなく。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。